70代ファンも熱狂。ナンバーアンダーライン愛有明公演で世代を超えた感動の渦が巻き起こる。有明公演、Beyond Your Side 大合唱。メンバーとファンが作り上げた感動の空間をあなたも体験。有明の夜、満天の星空の下で行われたナンバーアイの最終公演は、多くのファンにとって生涯忘れられない特別な瞬間となりました。この特別な夜、 会場全体は熱気と興奮に包まれ、まるで時間が止まったかのような一体感が広がっていました。ファンたちの心は一つになり、涙と笑顔が交錯する中で、ナンバーアイのメンバーが放つパフォーマンスはまさに魔法のようでした。年齢や性別、世代を超えて集まったファンたちが共に歌い、共に踊り、ナンバーアイへの愛を分かち合う姿は、まるで長い旅路を共に歩んできた仲間同士のようでした。 特に注目すべきは、70代のシニアファンたちがこのライブに参加し、若い世代と同じように心から楽しんでいたことです。彼らにとって、ナンバーアイの音楽は単なる娯楽ではなく、人生の中で何度も支えとなってきた存在でした。一人の70代の女性ファンは、今までの人生でこれほど心が震える瞬間はなかった。年齢なんて関係ない、今を生きることが大事だと感じさせてくれる、と語り、 その目には涙が浮かんでいました。このように年齢を超えたファンたちが集まることができるのも、ナンバーアイの音楽が持つ普遍的な魅力と力強いメッセージによるものです。公演の最中、メンバーとファンとの距離感はまるでゼロになったかのようでした。特に印象的だったのは、翔君がステージから降りて、小さな子供に直接声をかける場面でした。その優しい笑顔と、子供の目線に合わせて話しかける姿に、 多くのファンが涙を流しました。彼はただのアイドルではない、まるで家族のように私たちを大切にしてくれていると感じたファンも多かったのではないでしょうか。また、他のメンバーたちもそれぞれがファンに対して心からの感謝を伝え、一人一人と向き合う姿勢を見せてくれました。この温かい交流が、ナンバーアイとファンの間に特別な絆を築き上げているのです。さらに、 ナンバーアイのパフォーマンスは公演のたびに進化を続け、観客を引き込む力を増しています。特に、b e o n Your Side の演奏時には、会場全体が一つになったような感覚に包まれました。この曲は災害や困難に直面する人々への応援歌として知られており、メンバーたち自身が作詞に関わったことから、ファンの心により深く響きました。この瞬間 ナンバーアイの音楽が持つ力を改めて実感することができました。彼らの音楽は、ただ耳で聞くだけでなく、心で感じるもの。だからこそ、多くの人々が彼らの歌に励まされ、共に歩んでいくことができるのでしょう。ライブの最後には、重大発表がありました。ナンバーアイのフルアルバムがリリースされること、そしてそのリード曲を神宮寺くんがプロデュースしたという知らせに、 会場は歓声と拍手に包まれました。ファンにとって、彼らの新たな音楽の誕生はまさに待ち望んでいた瞬間であり、これからのナンバーアイの未来に対する期待感が一気に高まりました。新しいアルバムが彼らの進化をどのように表現するのか、その音楽がどんな感動を届けてくれるのか、ファンの胸は期待でいっぱいです。そして、翔くんが歌詞を間違えた瞬間、岸くんがすかさず、伝わってますよ。 フォローしたシーンは、多くの観客にとって微笑ましく、メンバー同士の絆を感じさせるものでした。完璧なパフォーマンスだけが魅力ではない、むしろそうした人間らしさや仲間同士の温かいやり取りこそが、ナンバーアイの最大の魅力であり、多くのファンを引きつけ続けている理由なのです。ダブルアンコールで再び披露された、b e o n y o u r s i d e は、会場全体を感動の渦に包みました。 ファンたちが涙を流しながら歌詞を口ずさみ、メンバーと一緒に心からの声を届けるその姿は、まさに一体感そのものでした。この曲は、災害で苦しむ人々へのチャリティーソングとしても知られており、そのメッセージ性が多くの人々の心に響いています。ナンバーアイの曲は、ただ聴くだけでなく、そのメッセージに共感し、自分の人生と重ね合わせることができる、そんな力を持っています。公演を 多くのファンが SNS を通じて感動を共有し、ライブに参加できなかった人々ともその瞬間を分かち合いました。特に高齢のファンたちが、ライブ映像を見ながら自分もその場にいるかのような気持ちで楽しんでいたという話は、多くの人々に感動を与えました。人生最後までナンバーアイを応援していきたいと語るファンの言葉には、その深い愛情と情熱が感じられました。将君の「死ぬなよ」という言葉は、 まさにファンへの励ましそのもので、多くの人々にとって力強いメッセージとなりました。これからもナンバーアイと共に歩んでいきたい、そんな思いを胸に抱いたファンたちが、再び次のライブで彼らと感動を分かち合えることを心から願っています。ナンバーアイのライブは、ただの音楽イベントではありません。それは、ファンとアーティストが心を通わせ、共に感動を共有する瞬間です。このような特別な体験を通じて、 多くの人々の心が一つになり、彼らの音楽は人々の人生に彩りを添えてくれます。ナンバーアイの曲は、希望や勇気を与える力を持ち、そのメロディーと歌詞は私たちの日常に寄り添い、困難な時にも力強く背中を押してくれる存在です。また、シニアファンたちが若い世代と一緒にライブを楽しむ姿は、ナンバーアイの音楽が持つ普遍的な力を証明しています。彼らの音楽は年齢や性別、 時代を超えて、多くの人々に愛されています。そのメロディーは人々の心を結びつけ、共に笑い、共に涙を流すことができる、そんな特別な力を持っています。次の公演が行われるその日まで、ナンバーアイの音楽は私たちの心の中で生き続けるでしょう。そして、彼らの新しい音楽がどのように私たちを感動させてくれるのか、どんな物語を紡いでくれるのか。 その未来を想像すするだけで胸が高鳴りますナンバーアイの音楽がこれからも多くの人々に希望と勇気を与え続け、私たちの人生に光を灯し続けてくれることを心から願っています。そして、その音楽と共に歩む旅路がこれからも続いていくことを信じています。ナンバーアイの音楽は、単なるエンターテインメントの枠を超え、私たちの心に深く根付いた存在となっています。 それはなぜかというと、彼らの楽曲が生きる力や希望を伝えるメッセージを持ち、現実の中で苦しむ人々にとっての救いであり、支えであるからです。多くのファンが語るように、彼らの音楽を聴くことで心が軽くなり、前に進む勇気を得ることができる。だからこそ、彼らの歌声は一人一人の人生に寄り添い、共に歩んでいく力を持っているのです。その一方で、ナンバーアイのメンバー自身もまた、 ファンの存在によって支えられ、力を得ていることを常に伝え続けています。ライブの MC で語られる感謝の言葉や、SNS を通じて発信されるメッセージには、ファンに対する深い愛情と尊敬の念が込められています。彼らはファンとの絆を何よりも大切にし、共に成長していくことを誓っています。それは、単にアーティストとファンという関係を超えた、まるで家族や親友のような絆で結ばれているようです。 公演の後日、SNS やオンラインフォーラムでは、ファン同士がライブの感動を共有する姿が見られました。あの瞬間、私も同じ気持ちだった、まるで夢のような時間だった、という声が溢れ、多くの人々が同じ感動を分かち合っていることに気づかされます。その一体感こそが、ナンバー愛が築き上げてきた最大の宝物であり、これからも色あせることなく輝き続けるでしょう。 ライブ後に販売されたグッズやパンフレットには、ナンバーアイのメンバーたちの直筆メッセージが添えられていました。その中で彼らは、ファンとの約束を再確認し、これからも一緒に歩んでいこうという力強い言葉を伝えています。その言葉を胸に、ファンたちは日々の生活に戻り、次に会える日を心待ちにしています。彼らの言葉は、まるでお守りのようにファンの心を温め、 辛い時や寂しい時にそっと力を与えてくれる存在なのです。新アルバムのリリースに先駆けて公開された曲、Horizon は、これまでのナンバーアイの音楽から一歩踏み出し、より成熟したサウンドと歌詞で構成されています。この楽曲は、困難や試練を乗り越えた先に広がる新たな世界への希望を歌っており、メンバーたち自身の成長と変化を反映したものであることが明らかです。この曲を通じて、 ナンバーアイがこれからどのような道を進んでいくのか、ファンたちはその未来に期待を寄せています。また、神宮寺くんがプロデュースを手掛けたリード曲は、彼自身の経験や思いが詰まった作品であり、その深いメッセージ性が話題を呼んでいます。メンバーそれぞれが自分の個性や才能を発揮しながら、一つの音楽を作り上げていく姿勢は、ナンバーアイというグループの強みであり、その多様性が彼らの音楽をより豊かなものにしています。 ライブの終盤でメンバーが一列に並び、ファンに向けて手を振る姿は、まるで新たな旅の始まりを告げているかのようでした。その瞬間、ファンたちは、これからも共に歩んでいこうという無言のメッセージを受け取り、会場全体に響き渡る拍手と歓声に応えるようにメンバーもまた笑顔を見せていました。この一瞬に込められた思いは、言葉では表現しきれないほどの深い絆と愛情で満たされていたのです。ナンバーアイの音楽は、 これからも多くの人々にとっての希望であり続けるでしょう。そして、その希望を抱いたファンたちが共に未来を歩んでいくことで、彼らの音楽はさらに力強く、広がりを見せていくに違いありません。これからも彼らの音楽が私たちの人生に寄り添い、喜びや悲しみ、そして希望を共に分かち合ってくれることを願っています。ナンバーアイと共に過ごす日々が、これからも私たちの心に輝き続け、 そして新たな未来への道を照らし続けてくれることを信じています。